日南市を代表する伝統芸能太平踊りを園児たちが帯状跡の大手門前で披露しました。踊りを披露したのは認定こども園帯こども園の3歳から5歳の45人です。太平踊りは江戸時代から伝わる侍と町人が一緒に踊った踊りで、宮崎県民族無形文化財の指定を受けています。侍は着流しに折れ編み傘、やっこは刀や印籠を身につけて可愛らしく踊っていました。毎年この時期、帯状花祭りの前の予行練習として披露しているそうですが、今年は新型コロナウイルスの影響で祭りが中止となりました。集まった保護者や観光客から温かい拍手をもらっていました。園児たちは運動会が終わって9月中旬から先生に教えてもらい練習に励んだそうです。嬉しかった。ちょっとね、恥ずかしいけどね、楽しかった。上手に踊れました。もう見れないかなと思ってたんで、あ、よかったです。こういう機会があって常に思い出になりますね。かっこいい姿が見れてとても嬉しかったです。爽やかな秋晴れの中、園児たちは元気よく踊っていました。